生贄となって。ビビビビ、よし、あなたもまずは手始め、この辺りにいる地球人から血まつりにあげてやれ。よけよし、次は女の子だ。女の子で分けて、はい、よし、男
この子に負けないように頑張って挨拶するんだぞ。行くぞ。会場に集まった女の子、アイス。なかなか可愛くてよろしい。女の子でもなかったか。ってことはだ、わかってますね、わかってますね。それじゃあ大人のみんなが子供たちにしっかりとした見本を見せてやってくれよ。いくぞ。会場に集まった大人たち、おーす。なかなかな、元気があるとかの問題じゃないな、日頃のストレスが溜まってるという問題があるな。なんだそれは、そんなものはいらんぞ、ね、よし、なかなか元気があるようだ、ここにいる子たちは。その声の力をじゃあお前が吸収するのだ。わかった。じゃあ最後にとっておきの挨拶をみんな頼むぜ。会場のみんな、